にちは、滝本です。私は今東京駅にいます。前回の動画を見ていただいた方はご存知の通りなんですが、コンビを解散してしまったので、今回の動画から私一人の撮影なんですね。新規行って何をするかなと考えたところ、ご縁を求めて旅に出ようと思いまして、これからのチャンネルもうまくいくように神頼みをしてこようと思います。とりあえず神頼みで、ご縁と言ったら移動大社かなと思いまして、これから寝台列車のサンライズ出雲に乗って出雲大社に向かおうと思います。私出雲大社もサンライズ出雲も初めてなのでめっちゃ楽しみで、一応9時50分に出発らしいんですけど、9時25分には入ってくるみたいなので、ちょっと早めに向かおうと思います。一人旅を自撮りで撮るっていうのが初めてなので、今この時点でだいぶ恥ずかしいんですけど、頑張ってチャレンジしようと思うので、変な動画になったらごめんなさい。とりあえず行ってきます。夏休み期間だったので家族連れが目立ちましたが、たくさんの少年青年がサンライズいつも心待ちにしているという感じでした。男性の方が多い印象だったんですが、女性同士で来ている方も何組も見ました。今回私が乗ったのは B 寝台のシングル個室です。サンライズいつもに無事乗れました。なんかですね、シャワールームが定員が決まってて、かも早い者順ということで、ちょっと下調べしてきたんですけど、乗車時にこのシャワーカードを買っておかないと売り切れちゃうらしくて、これ、まあ、私あらかじめ調べておいたから買えたんですけど、カップルで旅行行く時は調べておいてくれるとすごい株が上がります。今は、10時15分ちょっとね、すごい快適です。もう全然寝られる。私乗ってるのが2階席じゃなくて、真ん中だけの席なので、空間がね、めっちゃ広いんですよ。天井まで高くて、すごい余裕。全然狭くない。この映ってるピエールエルメは明日の朝ごはんです。車内販売してないらしいので、食べ物とか飲み物ちゃんと買っておかないといけないですよ。このサンライズ出雲の旅行は解散が決まってから突発的に行こうとした旅行ではなくって、実は今年の夏に行こうと前から計画していた旅行なんですね。サンライズ出雲って1ヶ月前の一斉予約で予約しないと全然チケット取れないんで、寝れるかな。とりあえず車内を楽しみたいと思います。今出雲駅に到着しました。ちょっとですね、乗り心地すごい良かったんですけど、ね、切り離し入ってからすごい揺れたんで、今だいぶグロッキーです。とりあえず出雲大社に向かいたいと思います。出雲大社へ行くにはバスが最も近くに行きます。1時間に2本程度です。到着しました。出雲駅に着いたのがちょうど10時ぐらいで、10時30分のバスに乗って今11時10分ぐらいなんで、出雲駅からちょっと1時間ちょっとはかかると思った方がいいです。で、出雲大社の中はカメラ回せないので、ちょっと回ってきて後で報告しようと思います。出雲大社は縁結びの神様として有名な大国主の狼が祀られています。境内に入るととても珍しい下り坂の参道で、初めてだったのでとても新鮮でした。カギツバタなどが植えられた池や杉並木があり、木々に囲まれた広場もあったので自然を堪能することができて、回るのがとても気持ちよかったです。コロナ対策で被写ではなくなってましたが、こちらの方が洗いやすいですよね。境内は広いですが1時間もあれば余裕で回れます。拝殿を参拝したら次は北本殿に参ります。出雲大社のお参りの仕方は2礼4拍手1礼となっています。縁結びは男女の縁だけでなく、人々を取り巻くあらゆるつながりのご縁を結ぶものとされているそうです。出雲大社のおみくじは結経ではなく神様からのお言葉が書かれています。私へのお言葉は背中を押してくれるような最高の内容でした。
縁結びの絵馬には欲にまみれたお願い事を書き記し奉納してきました。金色の玉を受け取ろうとしているのが大国主の狼様です。神楽殿の大清水の輪は長さが13メートルもあり圧巻でした。至る所に稲葉の白ウサギにちなんだウサギがいてとても可愛かったです。回ってきました。おみくじ引いてお守りも買ってきた。すごいね、広くてめちゃくちゃ気持ちよかったです。出雲大社、これからちょっと御苑横丁でお昼を食べたいと思います。出雲大社の表参道には食事どころやお土産屋さんが並んでいます。島根最初の食事は日本三大そばの一つ出雲そばをいただきました。割子そばというスタイルが有名だそうで、一番上のそばに直接つゆをかけ、食べ終わったら残ったつゆをその下の器にかけて食べるそうなんですが、私はものすごく抵抗がありました。味は美味しかったです。ぜんざいも出雲が発祥だそうで、このぜんざいかき氷がものすごく美味しかったです。今はですね、稲佐の浜海岸っていうところに来てます。すごいんですよ、この海の中に鳥居があってね、砂もすごいめちゃくちゃ綺麗なんですよね、サラサラ。白い砂浜にこの弁天島だけが佇んでいる様子がとても神秘的で、ゆっくり眺めていたかったです。ホテルに向かうため一畑電車の出雲大社駅に向かいます。駅周辺は綺麗に整備されており、レトロモダンという感じでとってもおしゃれでした。こちらの建物が駅なんですが、私はおしゃれすぎて見過ごしました。駅構内もとっても可愛いステンドグラスの窓があり、全体的に作りが大正ロマンっていう感じで、この雰囲気滝本の大好物なんです。可愛い。こちらの電車が一畑電車で、発着の表示も手書きなのがキュンとしますよね。整理券のボックスがありましたが、切符はちゃんと駅で買えます。仕切り窓が大きく先頭の風景がよく見えるので、少年たちが群がっていました。車窓からの田園風景が癒されますよね。今回宿泊の地に選んだのは玉造温泉です。島根は御縁と美肌の地だそうで、中でも玉造温泉は奈良時代から肌が若返る美肌の湯と言われているそうです。一日回ってきたんですけど、今はですね、玉造国際ホテルっていう全然泊まりもしないホテルのところになぜか来てます。宍道湖っていう大きな湖があるんですけど、そこの景色が綺麗だっていうことで、あの温泉に向かうシャトルバスでなんか連れてこられました。普段自分であのかなり計画的に旅行の日程を立ててるので、このよくわからないプランとかにね連れてこられたりするのも楽しいんですよ。で、明日花火大会があるんですよ、この宍道湖で。行きたくって、ね、電車の本数少ないからどうしようかなと思ってたら、ここのホテルの屋上からすごい綺麗に見えるみたいで、ここだったらね、泊まるホテルからすごい近くて、明日夜ちょっとここに花火見に来ようかなと思ってます。いいこと聞けた。宍道湖、あ、こんな感じです。なんかね、日本の夕焼け100選に選ばれてるらしくて、まだちょっと夕焼けの時間じゃないですよね、もうちょっと遅くかな。今回私が泊まったのはこちらの長楽園さんです。おお、着きました。おお、庭がよく見える。あ、旅館到着しました。今日ですね、泊まるホテルは長楽園っていう西日本最大の露天風呂があるっていうところなんですけど、なんと混浴なんですよ。失礼いたします。はい、混浴ですっごい広い露天風呂に入れるらしくて、カップルで温泉とか泊まりに行くと貸し切り露天とかはあるけど、ちょっとちっちゃいじゃないですか。パートナーと一緒に広い温泉使いたいなっていつも思ったりするんですけど、なんで私結構混浴好きで、ただハードルが高いじゃないですか。
ここは湯あみぎがあるので入りやすいっぽいんですよね。源泉かけ流しの120畳すごくないですか。めちゃくちゃ楽しみで、本当はねパートナーとね来れたりしたらいいんですけど、まあでも入ってるところはね撮影ちょっとできないので、じゃあちょっと明るいうちにひとまず温泉に行ってきたいと思います。敷地が1万坪あるそうで、とても広い日本庭園の中に混浴露天風呂があります。露天風呂入ってきました。あー気持ちよかった。湯あみぎがもうねバスタオルみたいなここまで巻けるやつで、もうなんならプールよりも露出度がめちゃくちゃ少ないやつで、全然安心して混浴でも入れました。で私入った時はねご家族がいただけで、私一人だったの でそのご家族がいなくなったら誰もいなかったので、120畳の露天風呂貸し切りで入ってきました。あ最高に気持ちよかった。昼間の明るい時間の方が、まあ、女性一人で入っても危なくないかなと思って行ったんですけど、雰囲気的に全然夜も大丈夫そうでした。で夕飯までまだちょっと時間があるので町探索をしていきたいと思います。温泉街の真ん中に河原があって遊歩道もあるので散策しやすくなってます。カップルで来るとこの時間はイチャイチャしだしちゃう頃でしょうか。川に足湯がありました。今入ってるんですけど、これ源泉64度あるらしくて結構熱い。足赤くなるかも。すごいね、セミの鳴き声も聞こえるんですよ。いや外の足湯めっちゃ気持ちいい。温泉入ったばっかだけど熱いのが慣れてきた。気持ちいい。あ夏休みって感じする。あこれ川の方冷たいのかな、気になる。歩いて行くか、足届かないから手で。あ川は冷たい。これは足湯入った後に川入ったらちょうどいいかも。気持ちいい。やばいやばい、川の散策がめっちゃ気持ちいい。このカゴを持ちながら歩いてます。ちょっともうお風呂入ったから汗も流れてるし、ちょうど涼しい感じで散策できてて、これはめちゃくちゃ癒される。やっぱ休みはちゃんと取った方がいいですね。この活動を始めてから3年間休みらしい休みを全然取ってなくて、コロナもあったから旅行行けなかった人とかもいっぱいいると思うんですけど、なんかお正月とかも全然休めなかったんで、あ久しぶりになんか連休取ったって感じがしてます。すごい可愛いマップがある。今度本格的な足湯どころにやってきました。だけどね今ちょっと足を入れたらちょっと痛い。赤い。足も赤くなってる。やばいやばい。これ誰が入れんの？熱っ。ちょっとこれは修行だ。無理。足絶対赤くなってる。なってないまるで化粧水の足湯。玉造温泉って美肌の湯らしいんですよね。硫酸イオンが含まれてるって。足が今すごいサラサラツヤツヤしてるんですよ。いやこれめちゃくちゃ効果高いかも。いやセミ鳴いてるし、あいたいた、セミもいるよ。ほらそろそろ時間になってきたので宿に帰って夕飯を食べようと思います。一人の食事っていうのがね一番寂しいかな。ご飯はね誰かと一緒に食べたいですよね。まあでも楽しみ、絶対ビール飲むと。夕飯を食べ終わってまたちょっとお外に出てきました。河原のところでイベントをやってるらしくて、
安来節っていう路上すくいのイベントをやるらしいので、夜は夜でね、またライトアップされてて雰囲気が違うのでいい感じです。それでは一宇川浩司ご一行の皆さんです。芸能を見れてすごい良かったです。踊ってた子が12歳だそうで、あまだまだね、子供たちに何か残していきたいですね。こうやって頑張っている子たちがいるって。で今日はもう一風呂、夜の温泉に入って、明日もまた一日回るので寝ようと思います。おやすみなさい。おはようございます。2日目です。今日はですね、朝から内湯の方のお風呂に入ってきて、なんかやっぱり湯質がすごいいいみたいで、お肌がすごいツルツルなんですよ。もう体全身すごいねツルツルなんで、湯質めちゃくちゃいいと思います。ちょっとこの辺りの交通の便がすごい悪くて、電車が1時間に2本ぐらいしか出てないですよね。松江に行きたいんですけど、今日これ都会で慣れてると困っちゃいますね。車で移動するとこなんだろうな。あ、どうしようかな。なんかスケジューリングを電車の時刻に合わせてしっかりしないと、すごい無駄な時間を過ごしてしまいそうな予感が。今日は夜花火大会があるので、それまでにまたホテルに戻ってくると思います。玉造温泉から松江城までは電車とバスで約1時間ちょっとでした。松江城着きました。石垣がねすごい立派なんですよ。構えがやっぱり国宝なだけあってすごいですね。なんか昨日見た松江の情報誌によると、この石垣を積み立てるのになかなか積むことができなかったから、その時行われてた盆踊りで一番踊りが上手だった綺麗な女性を人柱にして石垣作ったって書いてあって、でそれ以来盆踊りがあると女性の怨念がこの石垣を揺らすっていう風に、城が揺れるって言われてるらしくて、なので松江城の城下町では盆踊り行われないらしいんですよね。怖くないですか？ちょっと昨日松江城来るのどうしようか迷ったんですけど、それ見て、でも国宝なので来ました。本当かな。来ました。松江城渋いですね。お城のデザインにも城主のなんか性格現れそうですよね。松江城行ってきました。松江城はですね、階段がめちゃくちゃ急でした。あとエアコンないけどすごいなんか涼しかったです。天守閣が一番涼しかった。やっぱ昔の人は急な階段を余裕で登ってたと思うから、もう現代人より全然足腰強かったんでしょうね。
強いってことは、あれ下半身強いっていうことですからね。見習わないといけないね。今日は市畑電車に乗って揺られる旅をしようと思っているので、早めに行ってもいいかもしれない。お昼ご飯はまた出雲そばです。暑いのでそば選びがちになりますよね。松江はお茶菓子も有名なので可愛い和菓子も食べました。ここが今回おしゃれすぎて見落とした駅、2つ目の松江宍道湖駅です。足湯までついてます。市畑電車の島根の木という車両はレトロなオレンジ色の外観に中も木目調になっていて、ついたてもあり個室気分で車窓を堪能できるように座席が配置されています。乗車券のみで自由に座れますが、全てがこの車両ではないので利用される方はご注意ください。汗だくでやばいんですけど、宍道湖が一望できます。すごいいい景色、やばい。個室みたいな座席になってて、ちょっとしたテーブルもあって、すごい快適に景色が堪能できます。見える景色すべてがレトロなので旅行に来た感をかきたてられました。ちなみに左の列車は元京王線で、中は元ロマンスカーのシートが使われています。かっこいいですよね。今雲州平田駅に着きました。もうめちゃくちゃ景色よくって最高でした。電車の車内も普通の列車と違ってなんか観光列車みたいな感じになってたし、湖と田園風景と両方見れて景色本当良かったです。本州平田駅には木綿街道っていうちょっとレトロな街並みがあるみたいなので、そこに行ってみたいと思うんですけど、次の電車まで1時間ないので簡単に見て回って次の電車に乗れるか、1本逃すとまた1時間後なのでちょっと頑張ります。なんかついてる。今木綿街道っていうところに着いたんですけど、レトロな街並みで可愛いですよ。気になるお店に入ってみようかな。で私はお醤油屋さんに行きたいと思っていて、多分この先にあると思うんですけど、あーカフェ入りたいな。後で来ようかな。あ、なんか道こんなに人いないのに今カフェにめっちゃ人いた。みんな涼しんでるのか、こんな暑い中歩いてないのか。でも日陰にいると全然涼しいんですよね。あ、すごいお醤油の匂いしてきた。うわ、めちゃくちゃお醤油の匂いがする。見つけました、持田醤油店さん。帰りは可愛いラッピングがされている五円電車に乗りました。座席が阿弥陀口になっていて、向かいの席に座った人とカップルになるとかならないとか。戻ってきました、ホテルに。ちょっと雲州平田が見るところが少なかったので、次の市畑電車に乗れるようにかなり急いだので飛んだんですけど、そこから島根って焼き物が多いみたいで出西窯っていうところに行きたくって、弾丸なんですけど窯のところに行って、なんか出西ブルーっていうらしいんですよね。すごい綺麗でこの器買いたくて行ってきました。結構今日だいぶ弾丸旅行になってるんですけど、一人だとね、その弾丸の予定が自由に組めるので、そういうところがいいですよね。そうで、お土産もいろいろ買いまして、この土壌まんじゅうかわいいからと、あとしじみが特産らしいので買ってきましたよ、お土産に。混浴なんですけど、ここ本当に入りやすい混浴だと思うんですよね。日帰り客の入浴できないんですよ。だから外から入ってくる人がいないから、ほとんどもう家族連れか、まあカップルしか多分いないのかな。なんか男性一人でいるっていうことがなさそうな感じで、私も今のとこ見てないので、これはめちゃくちゃ入りやすいですね。今までいくつか混浴の温泉行ったことあるんですけど、入りやすいところを選んで行ってるんですけど、それでも絶対ワニって呼ばれる人がいて、湯の中からこうやって待ってるんですよ。どんなに熱い湯でもずっとこう湯に浸かって
眺めてる人がいて、もうそれってもう見た瞬間分かりやすくって、人の体をねめちゃくちゃもうずっとじろじろ見てくる人がいて、そういう人がいると、まあ、やっぱなんかそれだけでちょっと嫌な気分になっちゃうんですよね。一応マナーはね、あのいたとしてもじろじろ見ないっていうのがねマナーだと思うんで、ここはまあ弱みは、まあ、女性しか紹介しなかったんですけど、男性もなんかすごい大きい紙パンツみたいなのがあるみたいで、それを履いているので、どちらも体の大事なところは全く見えずに入れるから、昨日夜も入ったんですけどすごい安全でした。この規模の温泉でかけ流しで、いやすごい、ものすごい安全に入れる混浴だと思います。カップル本当にねおすすめです。多分関東よりは全然過ごしやすい暑さなんですけど、もう体一日回ってベタベタなので、またお風呂に入って、今日は夜花火があるので花火に備えたいと思います。ここが宍道湖の花火大会で、夜ここから花火が上がるので、すごいよく見えそうです。ホテルの人にちょっと連れてきてもらいました。ビールを買って見ようかなと思います。綺麗だったな。地元の人たちとか家族連れもたくさんいて、すごい賑やかで楽しかったです。で、明日帰るのでそろそろ解散の話でもしようかと思うんですが、解散報告の動画が多分すごい心配させてしまうような感じになってしまって、今までの政治資金の動画では理路整然と解説してきたのに、なんで最後理解しづらい感じにするんだって思われたんじゃないかと思って、まあ、申し訳ないっていう気持ちがありまして、動画を撮影した時は正直私は気持ちの整理がまだ全然できていなくって、7月の頭に改めての自己紹介動画を出したくらいなので、計画的な解散ではなかったのは隠すところではないかなって思うんですけど、いつもの動画は結構ガチガチに台本が固めてあって練習してから話してるんですけど、解散報告はまあ台本とか全くなく、どんな話を振られるか分かんない状況で、またね夏山が答えづらい質問をしてきたんですよね配慮がなかったの俺だけかって言われたんですけど、それを笑顔で、いやそんなことないよ、お互い様だよとか言ってる動画なんなんて、自分が見てる側だったら、なんなんその光景って思っちゃうと思って、そもそもあの時余裕なかったし、いやなんて答えたらいいか分かんなくって、ああなっちゃったっていう感じですね。解散報告の動画一つ撮っても発信したい内容がそれぞれ違って、まとまらないとああなるっていう見本みたいになってしまったっていう、まあ、政治式アカデミーでいろいろと学んでくださってる皆様には、まあ、あれも反面教師として捉えていただけたら助かりますっていう感じですで、私自身立ち上げ当初から男女それぞれの目線から性知識を発信するっていうのを他にはない強みだと思って推していた部分なんですね。相方は女性用風俗って響きだけで偏見持たれそうだし、私はマスクで顔隠してて素性わからないし、そんな2人が性の発信ってチラチラしてたり怪しいんじゃないかって多分今でもかなり思われてると思うんですよ。でも、まあ、トークだったり演技だったり解説だったり、まあ、どんなスタイルでも真面目に発信し続けていれば
まあ、中身を見た時に、なんかこれ普通に大事なことじゃないって気づいてもらえるんじゃないかと思って、いつかこう性の内容でもエンタメ感覚で見ていいとか普通に学んでいいことだっていうのがたくさんの人に広がったらいいなって思ってたし、それには男女2人は強いと思ってたし、女性は風俗に勤めてたってマスクで顔隠してたって大事なことは大事なことじゃんって、そういう偏見をなくすためにもこの2人でやっていくぞっていう思いが強くあったんですね。だからすぐに気持ちを切り替えることができなくって、その対応するスピード感も2人で全然違ったっていう感じです。解散の理由は男女の違いでも何でもなくって、まあ、2人でやってたら男同士でも起きる問題というか、男女のもつれとかでは一切ないのでそんなんで解散するような生半可な気合でやってきてないぞとまあそれだけは否定しとこうと思うんですけど、夏山と最後に話してた話で仕事への向き合い方の違いみたいなものがあったんですけど、例えばハワイに行きたいと思っていて、まあ例えですよ、私は、まあ、遠い話かと思ってたけど、これだけ仕事頑張ったらハワイ行けるじゃんって思ったらモチベーションがあって仕事めちゃくちゃ頑張っちゃうんですけど、夏山はハワイには行きたいけどハワイに行くとなるとこれだけ仕事しないといけないなら行かなくていいやってなるらしいんですね。全然違うねって話してて、で私たちはハワイに行きたいねってことしか共有できてなかったなっていうふうに思いました。まあ大雑把に言うとこれが違いっていうところで、すごいニュアンスですけど説明できるのはこんな感じですかね。ね、なんかこういうことって別々に話すと差異が出ちゃうし、まあ、一緒に話すと上辺だけの話みたいになるんで、これからも二人ともそれぞれ活動していくのでご理解いただけると嬉しいです。人に見られる場で泣くっていうのは私自身すごい嫌だったんですけど、あの時の流れでは持ち直すことができなくて、今でこそ13万人を超える方にフォローいただいて発信に対してレスポンスいただけたりしてるんですけど、まあ、ちょっと長くなるので興味のない方飛ばしてくださいね。立ち上げ当初はこのタブー視されてる性の知識を大人に広めるっていうコンセプトが誰が興味持つのってかなり言われて、まあ、面白くない自然に知るでしょとか、あとこちらはビジネスとして話をしているのにボランティアの啓蒙活動ならいいんじゃないとか散々言われて、真摯に受け止めるべき指摘ではあるので今でもそこはまあ頭に入れて試行錯誤してるんですけど、名の通った AV 女優さんを顧問に迎えてお墨付きもらえばっていうアドバイスはことごとく言われてね、見てくださってる皆様だったら分かってくれると思うんですけど、その AV のね実際の裏側を話してくれる方だったらまだいいですけど、男性の夢を壊さないっていう AV 女優のポジションを崩さない方だったら性知識アカデミーのコンセプトと真逆の立場じゃないですか。その考えを根底から変えていきたいのに、やっぱそういうアドバイスをくれる方って、まあ、ある程度経験を重ねて仕事も成功されている方たち、そういう方たちにもこう伝えられない現状で、なんか自分たちの力のなさも悔しくて、でも性のことで悩んでいる方はたくさんいて、実際に気持ちいいセックスをしたことがなくてしてみたいからって言って恋愛関係のない好きでもないセラピストに高いお金を払ってセックスをしてもらいたいって思う女性がたくさんいるわけで、あと教育的な内容でも
みんな義務教育はお金かからずに勉強できるのに、わざわざ結構なお金を払って予備校に行ってさらに勉強してる方ってたくさんいるわけじゃないですか。だから性のことだけが無料で知ることとか、お金を払う価値のないものなんてことはないと思っていたので、まあでも興味持たれるかも仕事になるかもわからないまま試行錯誤して努力してきて、で YouTube 始める前は自分たちで開催したセミナーで一人も参加者がいない時があって、当日募集も待ったんですけど来なくて、で参加者いなかったんですけど練習しようって言って無人のセミナーをやったりしたこともあったんですね。でその時、これが笑い話になるくらい人呼べるようになりたいねってなろうねって話したりしてて、そういうことを思い出すと呼びたかったなとかね、ちょっとこらえきれなかったですね。ね、女はね悲しくて泣くんじゃないんですよ、悔しくて泣くんですよ成し遂げられなくて悔しいなって。まあ3年間ゼロから全力でやってきたのでいろんなことありますよね。私は映像制作を学んでいたので、映像発信はエンタメであると思っているんですね。なのであんまりこういう内情だったりとか努力とかを人に見せるのは好きじゃないんですけど、私のこの旅行ログをここまで見てくださっている方っていうのはもう本当にいつも深いところまで動画を見てくださったり、あと、まあ、生活の一部にしてくださっている方もいると思うので、少しでもモヤモヤさせてしまった部分が解消できたらと思ってお話しすることにしました。もうこれから一人でやっていくのは本当に不安なんですけど、でもせっかくこれだけたくさんの方が見てくれる場を作ることができたし、私はみんなで集まって何かを作り上げるっていうことが本当に好きで、子供たちが見た時になんか大人たち楽しそうなことやってんなって思われたいんですね。そういうとこに入っていきたいなって思われる場にしたくて、大人になっても楽しんでるんだから子供なんてもっと楽しんでいいんだよって言ってあげられたらいいなと思っていて、で何かしら楽しめることとか役に立つこと、それが日常になるような活動にしていけたらいいなというふうに思ってます。あとは相方がいなくなって男性意見が欠けてしまうので、どんどんコメント欲しいですし、コラボも大歓迎なのでぜひお声かけていただけたら嬉しいです。でも何歳になってもまだまだこれからですね。でもリスタート出雲大社でお参りできたし、すごい温泉来れたので頑張ろうって思ってます。じゃあ明日帰るまでまた回るので今日はおやすみなさい。今ですね、ホテルからこの湾傘の日傘を借りて近くにある神社に向かってます。朝起きてまた露天風呂入りに行って、みんなお風呂は朝入んないのかなって思うぐらいなんだか貸し切りで気持ちよく入ってきました。朝ごはん食べ終わってチェックアウトの時間までちょっとのんびり過ごそうかなと思って、まだ一度も行ってなかった美肌の神社、違う、石の神社か、石の神社と美肌の神社2つ巡ろうかなと思ってます。いや今日も暑いけど気持ちいい。こんなところに源泉が、このねお社のところを開けるとほらスプレーボトルが売ってるみたいなんですよ。1本200円、これにこの温泉水の源泉を入れて持って帰ると化粧水になるという、そんぐらい美肌効果高いんですよね。
朝の神社は最高に気持ちいいんですけど、カップルで旅行に行くと夜更けまでお楽しみをしちゃったりして、朝のこのゆとり時間がないことも多いと思うので、これは一人旅の醍醐味かもしれません。実際この時間カップルは一組もいませんでした。私はおしろいを塗るとそこが美肌になるというお地蔵さんにおしろいを塗りたくってきました。これ肌に悪そうですけどね。最終日は魚介を求めて境港に向かいます。米子駅に着きました。こう境港駅の電車に乗ろうと思ってるんですけど、境港線は鬼太郎の列車らしい。こっちは目玉親父列車で、もう一個の方が猫娘列車があるみたいです。テンション上がる。境港は水木しげるさんの出身地で有名で、ゲゲゲの鬼太郎一色でした。乗り換え案内に0番ホームって書いてあったので不可解に思っていたんですが、行ってみてその謎が解けました。車両は6種類あって、内装もキャラクターごとに違います。ゲゲゲの鬼太郎を見たことがある人ならファンじゃなくてもテンションが上がるんじゃないでしょうか。可愛いですよね。で、各駅に妖怪の解説が書いてあったりして、乗車時間40分ぐらいあったんですけど、ワクワク楽しんでたらあっという間に着きました。次は中浜境港駅着きました。もう入り口から鬼太郎だらけです。妖怪がいっぱい来たのに嬉しい。求めていた魚介は駅目の前にあった回転寿司の大量丸さんでいただきました。最高金額のお皿が472円っていうとっても良心的な価格なのに、ネタは都内では考えられないぐらいの美味しさでした。お寿司食べてきました。めちゃくちゃ美味しかった。ノドグロが360円食べる。魚がいっぱいでめちゃくちゃ安いのが感動します。これから水木しげるロードをこちこち歩こうと思います。水木しげるロードは平屋の開けた商店街で、昔懐かしい昭和レトロなお店も多く、子供を連れてきた大人がハマってしまいそうな街並みでした。至る所がゲゲゲの鬼太郎仕様になってます。島根から都内へ戻るには陸路の便が悪くて、新幹線を利用しても約8時間かかるので、帰りは飛行機を利用しました。米子鬼太郎空港へはまた境線に乗ります。帰りは鬼太郎と砂掛けババアの列車でした。今回の内装も可愛かったのでついつい写真を撮ってしまいました。単線を楽しむ旅もこれで終わり。これまた鬼太郎尽くしの空港から羽田まで飛行機だと約1時間半、12時間揺られたサンライズ出雲が嘘のように早く到着します。羽田は時間があれば夕暮れの展望デッキに立ち寄るのもおすすめです。羽田に入ってきました。4日間、楽しかったです。今回私一人で回ったのであまりイメージが湧かないかもしれないんですけど、カップルで行ってもすごくいいところだと思うので、ここの参考にでもしてもらえたら嬉しいです。この旅行でしっかり私は詐欺できたので、次回からはいつもの成知識の動画にしようと思っているんですけれども、また新しい成知識アカデミーをこれから頑張っていこうと思いますので、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いいたします。最後までお付き合いいただきありがとうございました。